こんにちは、あーちゃんこと私あかねです。今日は8月10日の土曜日です。本日はパンドラ柏中野店さんにやってまいりました。イエイ。はい、ということで今日めちゃめちゃ暑いです。気温何度あるんやろっていうぐらいもうじりじり暑いんですけども、皆さんは熱中症大丈夫ですか？水分とって、皆さんもね、熱中症にならないように気をつけてください。まあ今日もね暑いんですけども、暑さに負けずと行ってみたいと思います。はい、本日のコンテンツはこちらです。ゲーハー X の名言ジャンキーもあるんで最後まで見てくださいね。グーからの指令に応えろっていうことなんですけど、どういうことなんですか？今回の指令はこれだ。またスタッフ独自の判断により適当にミッションポイントが加算、合計ポイントは最後に発表されるぞ。とにかく大当たりを当てろ。え、機種っていうのは何打ってもいいってことですよね？いいですよね。え、じゃあ好きな台打てるってことですか？私とりあえず何でもいいから当てろってことですよね。とにかく。わかりました。得意じゃないですか。嘘、何言うと、すごい、めっちゃ、じゃあ今日は実践できてすごい楽しめるってことなんで、もう好きな台選んで張り切って頑張ってきちゃいたいと思います。では早速行ってきます。やった、何言うと、めっちゃ嬉しい。わー、店内涼しい。おお、最新台のジオンじゃないですか。これ夏やしね、夏にぴったりだからめちゃめちゃ打ちたいんですけど、やっぱり最新台だけに前台埋まっちゃってますね。うわー怖そう。おお、ちょっとこれ羽物タイプ。私めちゃめちゃ羽物好きなんですよ。え、これ羽物打っても大丈夫なんですか？ちょっと打ちたいな。羽もね、やったら当てれる自信満々ですよ。すごい、めっちゃ種類あるじゃないですか。おお、羽物ってね、やっぱ置いてるところも最近少なくなってきたんで、こちら寝台の羽物もある。すごい楽しそう。お、話題のスカイツリーですよ。まあいいな、打ちたいな。すごい、かなり種類がめちゃめちゃ懐かしのマジックカーペットですよ。すごーい。デビルマンもありましたよね、昔から。すごいな。ちょっと私も羽物めちゃめちゃ打ちたいです。こんなに羽物が揃ってる見てて珍しいんで、ちょっとテンションめちゃめちゃ上がってきました。お、0.5 円パチンコ。 0.5 円パチンコめっちゃある。え、これでもいいってことですよね。よし、ちょっと何言うと 0.5。 あ、やっぱりあかんか。え、10円スロットやったら OK ですか？大丈夫？ちょっと何言うと、お、緑丼最新台。あー、やっぱ新台は埋まっとるな。どんちゃんめっちゃ好き。やばい、打ちたいな。すごい、めっちゃ出とるし、めっちゃテンション上がりますね。かなり出てますね。うわ、やばい、実践久しぶりやからすごいテンション上がってきた。やばいな。何言うと、結構ね、皆さん当ててますね。お、セントセイヤもある。どうしよう、迷っちゃいます。
答えがあるじゃないですか。北斗の拳転生の章、どうしよう、これにしようかな。アベシアベシしようかな。ちょっとじゃあ北斗の拳の転生の章にしちゃいます。それでは早速北斗の拳転生の章打っていきたいと思います。頑張ります。当てるぞ。アベシを貯めていかなきゃいけないんですよね。もうなんか今までの北斗とはまたね全然違った感じの台になってるんで、ちょっとね今日当てれるかなってちょっとドキドキしてるんですけど、すごい演出も全然違うもんな。これザクチェリーか。しかも前の機種と違ってあれなんですよね、真ん中押しペナルティなんですよね。転生の章はちょっとね早いとこ当てたいな。これってあれですよね、これの時に安倍氏をいっぱいあれするんじゃったっけ。はい、定めの時です。これの時にたまるんでしょうね、確か。
これ期待できそうな感じになってきましたよ。やっとやっと。お、しかもこれはいい感じです。お、続いてる。こい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 、当たってしまえばいいじゃないですか。よし、黒ナビです。
った赤かった。やっぱりね、やればできる子なんですよ。はい、もうそれをね、ちゃんとね、見せられなかったかなと思って、今日は大満足です。本当に楽しかった。北斗の拳いいね、本当に。今日はご機嫌で帰ります。バイバーイ。柏高田店さんは地域唯一の 2.5 円パチンコと50銭パチンコ、10円スロットがあります。20円スロットはジャグラー専門、気軽に遊べるパンドラ柏高田店さんにぜひ遊びに来てくださいね。